羊のショーンは2007年に放送が始まったテレビシリーズです。ショーンと仲間たちが牧場で大騒動を起こすストーリーは世代を超えて人気を集めています。会場には実際に使われた人形や撮影セットなどおよそ290点が並べられ、制作過程や舞台裏を楽しめます。粘土で作られた人形を少しずつ動かしながら撮影する方法で、セリフや口の動きを合わせるといったストップアニメーションの技術を確立するものでした。人間よりも人間らしく、で、イギリスの田舎の風景を忠実に再現しているところも好きなんです。可愛いだけじゃなくて、ちょっとこう感動させてくれたりとか、大人向けなところがいいかなと思います。展示会は来月21日まで、そごう広島店の9階で開かれています。